エステル・ハリスはアメリカ合衆国の女優、声優である。1928年、ニューヨークシマンハッタンに生まれる。両親はポーランド系ユダヤ人だった。1977年にコメディ映画、ルッキングアップで映画デビュー。それ以来、順調にキャリアを築き上げてきて、中でも特に知られるのは人気テレビ番組、隣のサインフェルドへの出演。同番組では、 ジェリー・スティラー演じるキャラクターの妻役を講演した。また、テレビ版のアダムス・ファミリーさん再結集では、一家の祖母グラニー・アダムスを演じている。女優以外では、声優としての出演作品も多く、近年では、ピクサー制作の大ヒットシリーズ、トイ・ストーリー2とトイ・ストーリー3において、貴重なポテトヘッドの妻、ミセス・ポテトヘッドの声を担当。 コメディアンのドン・リックルズ演じるミスター・ポテト・ヘッドとの掛け合いでも独自のコメディセンスを発揮した。90歳を超えた現在も精力的に活動を続けており、さらなる活躍が期待される女優の一人である。http:/www.imdb.com スラッシュネームスラッシュ NM0364680 スラッシュパイオ。<io> ありがとうございます。